おはようございます。和也です。今日もね、あの、今日もね、というか、まあ、前回の財布の話に続いて、今日もお金の話をしようかなと思うんですけれども、皆さん、投資やってますか投資っていうとちょっとね、なんか怪しい雰囲気を、えー、醸し出してしまうかもしれないんですが、まあ、割と大真面目な話でですね、というのも、今、人生100年時代とか言われているじゃないですか。まあ、平均寿命もずっとこう伸びてきましたし、まあ、その感覚で言うと、まあ、やっぱ、 とりあえず80歳前後まではね、普通に行けば生きるのかなっていう感覚がありますよね。で、将来的に医療もさらに発達していけば、えー、まあ100歳とかまで、あのー、いや誰もがね、こう100歳ぐらいまで生きてしまうんじゃないかなということですよ。で、そう考えると、もう年金とかでは暮らしていけないですから、まあ、長く働きつつ、えー、まあ、お金をね、こう、どう持っておくか、まあ、増やしていくかというのがポイントになってくるわけですよ。で僕なんかは、 こういうユーチューバーみたいなことをやってるので、もう、先行きっていうのは全くわからないですよね。その、例えば、100歳までユーチューバーできるのかって言ったら、いや、できるかもしれないですけども、おそらくその僕が100歳の時には構造自体が変わっていて、その収益化の仕組みとかもね、えー、大きく変化しているでしょうから、まあ、今の、今みたいな感じでね、えー、やることはできないだろうと。まあ、そうなるとですね、まあ僕、結婚もしましたし、リスクをいかに分散しつつ、まあ、長期的にね、 まあ安定的にその、なんていうかな、生活していくかっていうのをう考えてしまうと、やっぱり投資っていうのは必須なんですよね。もちろん貯金も大事ですよ。ただ貯金っていうのは現状置いといても増えないわけじゃないですか。まあ、増えないけれども減りもしないっていうので、それはもちろん貯金は必要なんですけども、まあ、貯金も持ちつつ、投資で増やす分も作っていかないと将来的には厳しいのかなと、まあ僕なんか思うんですよね。まあそんなわけでね、数年前からちょろちょろと株買ったりとか、 いうのを始めたんですけどもうなんとなくねこう数年やって、まあ、僕の中で結構落ち着いたことがあるというかなんかそこに行き着いたというかいうものがあってそれはあのまあこれみんなやってると思いますけどねやっぱりまずは積み立て NISA ですよ積み立て NISA っていうのは金融庁のホームページを見ますと特に少額からの長期積み立て分散投資を支援するための非課税制度ですと。 NISA ってのはあったんですけども、この積立 NISA に関しては2018年の1月からスタートしています。積立 NISA の対象商品は手数料が低水準、頻繁に分配金が支払われないなど、長期積立分散投資に適した公募株式投資信託と ETF に限定されており、投資初心者をはじめ幅広い年代の方にとって利用しやすい仕組みとなっていますということなんですよ。当然投資ですからリスクはありますよ。もともと例えば100万円ね、 ま、100万円というか、ま、月々、ま、3万でも1万でもいいんですけども、それを積み立てていって、ええ、ま、一気に、ええ、金融危機が来て、あ、目減りしちゃったっていうのもあるかもしれない。ただ、基本的に、この積み立て投資で、毎月同じ金額を積み立てていくと、ま、大体ね、プラスになるんですよ。これ、あの、ドルコスト平均法とか言ったりします。積み立て NISA って最長20年まで使えて、で、あの、年間40万円までかけられるということなんですね。まあ、ですから、ま、月々3万円ちょっとぐらい。 え、ずつ、えー、積み立てでいくと、その40万円の枠になりますね。積み立て NISA のいいところっていうのは、あのね、ほっときゃいいんですよ。一回買いを決めてしまうと。で、僕もね、あの、買ってずっとほったらかしにしている状態なんですけども、今年はね、結構増えましたね。今年の積み立て NISA に関しては、まあ、毎月その上限までね、えー、月、月割りで、まあ、上限まで毎月やるっていう形にしてるんですけど、あの、損益で言うと13.58%増えてるんですよ。 で、金額で言うと、54,325円増えたという計算になっています。で、積立ニーサ始めて、まあ、ちょうどね、1年ぐらいなんですね。まあ、ですから、40万円がですね、その、40万円銀行に預けをといても、40万円、まあ、数円ぐらいは、あの、<laughs> 利子つくかもしれないですけども、なんですが、この投資に回すことによって、54,000円も年間に増えてるってことなんですよ。この積立効果っていうのは、まあ、 え長くやればやるほど効果を実感できますし、積みだて NISA っていうのはかなり税制的にね、お得ですので、これはまずね、やっとくべきなんじゃないかなと思っております。で、本来はこういう買い方しない方がいいと思うんですけど、今年はですね、僕、は強気の一点買いにしたんですよ。これ、アメリカ株のえまあファンドというか、インデックスファンド、を一つの銘柄だけでこの感じになったんですけど。 まあ今年ちょっと調子良かったので、まあ LINE はちょっとね、分散して、あの、銘柄をね、微妙にこう、組み替えてですね、まあリスク分散していこうかなと思っています。この積立兄さんの話とかも、もうね、YouTube で検索すると、いくらでも,でも出てきますよ。詳しい方がいっぱいいらっしゃいますので、まあそこで調べてですね、あの、まずネット証券を開設するっていうところから、 始めるとといいいいんじゃないかなか思います、ね、で僕の場合はその税制的にお得な積み立 NISA だけではなくて通常のその何て言うかな通常のというか普通に投資信託を、まあ、インデックスファンドを買ってるっていうのもあってですねこっちもなかなか今年増えてるんですよね。まあコロナの影響で一時期、まあ、全体的に株価とか下がりましたけれどもこのドルコスト平均法のいいところは、まあ、安くなるとその安くなったからこそ同じ金額でもちょっと多めに。 え、変えるっていうのがあるんですね。まあ、そんな感じで今株価戻ってきたので、というかまあ結構高い金額になってきたので、まあ、そう考えるとね、かなりのパーセンテージが伸びてるということですよ。こっちは複数の銘柄を買ってるんですけども、まあ、やっぱ手数料が安くて、まあ、インデックスファンドで、まあ、これ色々こう分散させるために日本株も買ってるし、海外株も買ってるしっていう、 なんか感じで分散させていますね。まずメインは積み立て NISA があって、で、こっちのものも収入に応じてやる、そんな感じです。あとはですね、まあ、将来に備えてというか、今まだ30代ですけども、まあ、60以降のね、ことも考えて、いでこも僕はやってますね。いでこっていうのは確定拠出年金。まあだから自分で、 その、年金を積み立てとくみたいな発想なんですけど、これも要は投資商品なんですよ。いでこも掛け金をかけとくと、まあその分税制的にお得になりますし、まあ将来的にね、まあ自分で年金をかけるということなので、運用でプラスになればその分、まあ多くね、お金を得ることができます。しかしあくまで投資の一環ですから、下がることも考えられますよね。ただまあ僕のような YouTuber はリスク取るしかないので、まあいでこも当然やってますよ。まああとはね、 個別銘柄の株もちょっと持ってますねあと海外株もちょっとだけ買ってますこれ本当に良かったなって思うのが Amazon 株ですね Amazon の株、まあ、今も3100 0 0、え、0、ー、3ドルとかするんですけど僕あの1400ドルの時に買えたんですよだからもうね Amazon 様々ですよねただ3株しか持ってないので いや、あの時にね、もっとぶっこんできよかったなって、すげえ後悔してるけど、まあ多分株やってる人はみんなこういう感じなんでしょうね。まあともかくですね、長い人生を考えると、多少投資とかね、まあ貯金も大事だけれども、貯金以外に、えー、投資もね、えー、なるべく早めに始めた方がいいんじゃないかなと僕なんか思っていますので、今日こういう動画を、えー、作ったわけですけど、まずはね、まずは積み立 NISA ですよ。ネット証券ならどこでもいいと思いますし、SBI でも楽天でもなんでも いいと思いますし、まあ、そのドルコスト平均法とかね、まあ、YouTube にもさまざま動画上がっていますから、そういうのを見て、ちょっとね、この、えー、なんか買ってみるとね、ちょっとこう、人生が豊かになるんじゃないかと思います。ただ、これはやっぱり言っておかなければいけないのは、投資は自己責任ですので、よく調べてからやりましょう。はい、そんなところで、今日の動画は以上です、えー。最後に主演女優を入れときますうまいうまいうますううういいい うまいうまいうまいあははは手まで舐めて <laughs> 美味しかったなポコちゃんよかったね